完了した著事家のタイトルでメッセージを伝えます。今日藤田香織先生です。今日の聖書箇所はヨハネの福音書19章18節から42節までです。はじめに日本語でお読みいたします。ヨハネの福音書19章18節から。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側にイエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれにはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてください、と言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように四分にした。また、下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いた。という聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロバの妻のマリアと、マグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます、と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。この後、イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは、水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者と、もう一人の者とのすねを折った。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし、兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると、直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために、真実を話すということをよく知っているのである。しかし、このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また、聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。
前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってきてやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。アメン。거기서그들은예수를십자가에못박았다그리고다른두사람도예수와함께십자가에달아서예수를가운데로하고좌우에세웠다빌라도는또한명패도써서십자가에붙였다그명패에는유대인의왕나사렛사람예수라고썼다예수께서십자가에달리신곳은도성에서가까움으로많은유대사람이이명패를걷다그것은히브리말과로마말과그리스말로적혀있었다유대사람들의대제사장들이빌라도에게말하기를유대인의왕이오라고쓰지말고자칭유대인의왕이라고쓰시오하였으나빌라도는나는쓸것을썼다하고대답하였다병정들이예수를십자가에못박은뒤에그의옷을가져다가내몫으로나누어서한사람이한몫이차지하였다그리고속옷을이음새없이위에서아래까지통째로짠것이므로그들은서로말하기를이것은찢지말고누가차지할지제비를뽑자하였다이는그들이나의겉옷을서로나누어가지고나의속옷을놓고서는제비를뽑았다하는성경말씀이이루어지게하려는것이었다그러므로병정들이이런일을하였다그런데예수의십자가곁에는예수의어머니와이모와글로바의아내마리아와막달라사람마리아가서있었다예수께서는자기어머니와그곁에서있는사람사랑하는제자를보시고어머니에게어머니이사람이어머니아들입니다하고말씀하시고그다음에제자에게는자이분이내어머니시다하고말씀하셨다그때부터그제자는그를자기집으로모셨다그뒤에예수께서는모든일이이루어졌음을아시고성경말씀을이루시려고목마르다하고말씀하셨다거기에신포도주가가득담긴그릇이있었는데사람들이해면을그신포도주에듬뿍 적셔서우슬초대에다가깨어예수의입에갖다대었다예수께서신포도주를받으시고서다이루었다하고말씀하신뒤에머리를떨어뜨리시고숨을거두셨다유대사람들은그날이유월절준비일이므로안식일에시체들을십자가에그냥두지않으려고그시체의다리를꺾어서치워달라고빌라도에게요청하였다그안식일은큰날이었기때문이다그래서병사들이가서먼저예수와함께십자가에달린한사람의다리와또다른한사람의다리를꺾고나서예수께와서는그가이미죽으신것을보고서다리를꺾지않았다그러나병사들가운데하나가창으로그옆구리를찌르니곧피와물이흘러나왔다이것은목격자가증언한것이다그래서그의증언은참되다그는자기의말이진실하다는것을알고있다그는여러분들도믿게하려고증언한것이다이렇게된것은그의뼈가하나도부러지지않을것이다한성경말씀이이루어지게하려는것이었다또성경에그들은자기들이찌른사람을쳐다볼것이다한말씀도있다그뒤에아리마대사람요셉이예수의시신을거두게하여달라고빌라도에게청하였다그는예수의제자인데유대사람이무서워서그것을숨기고있었다빌라도가허락하니그는가서예수의시신을내렸다또전에예수를밤중에찾아갔던니고데모도몰약에치명을섞은것을백근증가지고왔다그들은예수의시신을모셔다가유대사람의장례풍속대로향로와함께삼배로감았다예수가십자가에달리신곳에동산이있었는데그동산에는아직사람을장산일이얻는새무덤이하나있었다그날은유대사람이안식일을준비하는날이고또무덤이가까이있었기때문에그들은예수를거기에모셨다아멘아멘아멘皆様、愛しています。여러분、사랑합니다。先生、お元気ですか？今日はちょっといいかと思うんですけれども、本当にコロナになって4週間になりまして、先週大変な風邪声で本当に失礼いたしました。今朝もう一度聞き直しまして、本当に恥ずかしい思いをしております。
先週はこのライトは忘れるわですね、電波障害が起きるとか、本当にサタンもどれだけ私の復帰を邪魔したのかと思いました、改めてですね、イエスの皆で語る自分の牧師としての重要性と刺激を改めて感じた先日の礼拝メッセージでありました、もし聞いている人が眠ってしまうような生ぬるい説教をしているのならば、悪魔サタンもあくびをして攻撃体制には入ってこないでしょうから、さすが自分で言うのは変ですけれども、使徒カオリと思いましたけれども、午前2回の礼拝をいたしまして、午後にはまた床についてしまいました。1週間がそんな状態です。生身の人間ですから、私は60代の弱さを抱えています。コロナウイルスはですね、本当に大変強くて、細胞の隅々まで入り込んでこの居座っているという感じがします。このところ現在は漢方薬で撃退しているんですけれども、この頭皮ですね、頭の皮、頭皮神経痛という後遺症が残ってしまって、今まだ戦っています。本日まさにイエス様の十字架形の部分を語らせていただきます。十字架のイエス予言で本当に代表的なイザヤ書53章には、彼は悲しみの人で病を知っておられたと書かれています。韓国語でもお願いします。看護를많이겪으며질고를아는자라아멘아멘ですね。本当に迫害され続けた旅路でも、イエス様が真っ先になさったことは病の人々の癒しでした。イザヤ書53章4節から5節にははっきりと記されています。お読みします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アーメン。그는실로우리가받아야할고통을대신받고우리가겪어야할슬픔을대신겪었다。그러나우리는그가징벌을받아서하나님에게맞으며고난을받는다고생각했다。그러나그가찔린것은우리허물때문이고 그가상처를받은것이우리의약함때문이다。그가징계를받음으로써우리가평화를누리고그가매를맞음으로써우리의병이나았다。아멘。아멘。本当にイエス様の受難は私たちの咎のためだと言うんです。아멘。今週日本は10年ぶりだという強烈寒波が日本列島を全部襲いました。北国の韓国の皆さんからしたら大した霊下でもないんですけれども、暴風雪の嵐でなんと南国の沖縄まで雪が降りました。紙と木で作られた古い日本家屋で寒波を過ごすのは本当に恐怖に近いものがあります。日本は災害列島と言われるんですけれども、まさか地震や台風、火山の噴火の後に強烈寒波が来るとは誰も想像していませんでした。原因はもちろんいつも言う通り、日本の神社仏閣参拝、偶像崇拝、天皇制なんですけれども、神様の御怒りを考えると、私たち神の子供が虐げられている環境、土地性も原因なのではないかと床についていて思いました。そんな中でのコロナ疫病を含む
あらゆる病をもが、本来自分の罪の結果なのに、イエス様の打ち傷によって癒されるという奥義の十字架刑であります。病の中で体の痛みと同じくらい辛いのは、親しい人々の心ない言葉なんですね。そう。イエス様の弟子になるためには、本当に捨てなければならないものが多いです。聖書によりますと。それができなかった者たちの嫉妬というのが、この病に倒れている弟子へのマウント取ったような一言に現れて、今回降りかかってきました。ところが、御言葉、イザヤ書53章5節は、そんな情けないクリスチャンなる御国の子らに、平安を与えるために、イエス様が懲らしめられたと語っているんです。2000年前のイエス様の受難を自分のためだと思えることに感謝があふれます。皆さんはどうでしょうか。新約聖書は460ページ以上あるんですけれども、ヨハネは十字架刑について2ページしか書いていません。これを読み物としてしか読めない人と、奥義を悟る前に自分の罪と咎の身代わりだと涙を流せる人では命に関わる大きな差があります。大量の御言葉を記述したヨハネが残した説で、世界が聖書の要約と認めている箇所がヨハネの福音書3章16節です。有名です。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。하나님께서세상을이처럼사랑하셔서외아들을주셨으니이는그를믿는사람마다멸망하지않고영생을얻게하려하는것이다아멘아멘実際に人類のために神が一人子を与えてくれた理由が御子イエスをキリスト自分の救いの神だと信じる者がたったの一人のあなたをも滅びることなく永遠の命を持つために十字架の贖いの儀式が今まさに目の前で行われているのを見てください。アメン。図らずもポンテオピラトは罪状書きにユダヤの王と書いて十字架の上に貼り付けました。自称したと書いてくれという者たちさえ晒し者の故障をユダヤの都で使われていた言葉ヘブル語ラテン語ギリシャ語で書いて貼り付けました。書かせた者の意図や貼り付けた者の思いがどうであれ考えてみてください。イエス様は三位一体の神であると認識できる聖書が完成した恵みのこの時代を生きている皆さんは知っているはずです。全宇宙を作られた万物の創造主であるキリストは、世界150カ国の地球の王であり、あなたの人生をすべ収められるあなた自身の王であることを再認識してください。アーメン。ここにこの世の人間がどうであれ、何をされようとも揺るがない信仰の表明を自分の十字架に貼り付けようではありませんか。イエス様は王の中の王です。アーメン。私の王です。アーメン。宇宙の王はキリストイエス三位一体の聖書の神様です。アーメン。イエス様の両隣には
強盗が貼り付けにされました。彼らは鞭打ちの傷もなくてふてぶてしく、一人はイエス様をからかい、一人は主よとイエス様に敬意を払いました。どちらがイエス様とパラダイスに行ったのかは皆さんご存知です。でもまだイエス様がキリストであることを知らない方は、今日のメッセージの中で知ってくださることを願います。十字架刑はこの世での裁きです。しかし人の魂の命はこの世で終わりではありません。アメン。肉体の死後に永遠をどこで生きるかの審判が用意されています。アメン。美しい死に方や長命が問題ではありません。憐れみ深い神様は日本を世界一の長寿国にして、イエス様が自分のキリストであると悟るための期間を延ばしておられます。天国に入るのか地獄に送られるのか、生きている時にしか選べません。イエス様も私たちも愛する皆さんを地獄には行かせたくないので、声を枯らせても弱い体を奮い立たせても今日も言っております。アメン。イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるんです。イエス님을믿으십시오。그리하면그대와그대의집안이구원을얻을것입니다。아멘。さて、ヨハネは十字架につけられたイエス様の周りで立っていたようです。記述家としての運命を与えられた彼が記述したことは本当に驚くべきことに細かいことでした。裸で貼り付けにされたイエス様の着物を一人の兵士に四等分に分けたとか、下着に縫い目がなかったとかです。これは神の書である聖書が成就するためだと言っています。兵士がその下着をくじを引いて分け合うということもです。印象欄にもあるんですけれども、これはダビデの時代に書かれた旧約聖書詩篇22編のことを言っているんです。まことにイエス様が創世記三章十五節の女の子孫と告げられてから、人類はメシアキリストが来られるのを待ち望んで、数千年旧約聖書が書かれていきました。文字のない時も人間には多くの罪がありました。それをないものとするには、当時は生贄台の上でヤギの血を流して砂漠にそのヤギを捨てることで自分の罪の許しを得ていました。聖書の預言の一つ一つが成就したと記載するのは、イエスがこの預言された御子であることを証明するためでした。私たちもイエス様と交わり、細かく祈りを捧げて成就したときに、イエス様がなしてくださったと知ることができます。ですから私たちは新約だけでなく旧約聖書もしっかり読んで、どこにも書かれているこのキリストの雛形を見つけて、自分の救い主にしなければなりません。アーメン。キリストが唯一であることを知るためです。十字架の上でイエス様がおっしゃったことは7つあると言われています。十字架につけられたのが朝の9時でした。鞭打たれた後なので、その傷口からも血が流れていたし、さらに釘を打たれたとも言われています。
そんな状態の中で、この7つの言葉の3番目の言葉と数えられているのが26節と27節です。お読みします。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。イエス께서는자기어머니와그곁에서있는사랑하는제자를보시고어머니에게어머니이사람이어머니아들입니다하고말씀하시고그다음에제자에게는자이분이내어머니시다하고말씀하셨다그때부터그제자는그를자기집으로모셨다아멘この部分を、まあ、残していく母マリアへの憐れみとか、そのように捉えては間違いになります。イエス様はただのマリアの息子ではありません。韓国ドラマでよく死に行く若い兵士が必ずおんまと嘆く場面とは違うんですよ。それが証拠に、その場には同じマリアという名前を持つ3人が、まあ、3人を含んだ女性たちが立っていました。本当にこの部分、女性として考えさせられるところです。それぞれ立場の違う女性が同じ名前で生きて残ります。女性の人生は2000年前も現在も悲しくも出会う男性で変わってしまいます。完全な人間など一人もいませんから、完全な結婚生活などもないでしょう。しかしマリアはその純粋な信仰ゆえに神様に出会い、処女のまま聖霊によってイエスを身ごもりました。本人がその子供が特別な巫女であることを誰よりも分かっていました。肉のただの普通の母親なら、息子が貼り付けにされていて正気ではいられなかったと思います。彼女は神様から預かった一人の巫女を通して、神様がなさることを悲しみに耐えながら見守っていたんです。その尊い女性に声をかけました。女の方です。全世界のイエス様の弟子の女性は、聞いてください。女の方だからです。イエス様が30歳で交渉街に立たれて、初めてカナの結婚式で、水をブドウ酒に変える奇跡を起こした時も、イエス様は母親マリアに同じようにおっしゃいました。ヨハネの福音書の2章4節でした。こんなふうに書かれています。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。예수께서어머니에게말씀하셨다여자여그것이나와당신에게무슨상관이있습니까아직도내때가오지않았습니다예수様が御子として語る時たとえその腹から出てきたとしても肉親マリアとイエス様に関係性はないのだということをはっきりとおっしゃったわけです。ここで言うイエス様の時とは、イエス様がキリストとして全人類と関係性を持つ、まさに十字架で肉の命を絶たれる時なんです。神様の計画ですけれども、ヨハネ12章27節では、イエス様の心の声が吐露されています。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。
主よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。지금내마음이괴로우니무슨말을하여야할까아버지이시간을벗어나게하여주시오하고말할까아니다나는바로이일때문에이때에왔다아멘本当に苦しい人間イエスとしての迷いや恐怖を十字架で死ぬ時のためにと思い返される主の愛に私たちは呆然と受け入れる以外にありません。そうやってイエス様を受け入れ従ってきた私たち主の弟子は当然すべてを捨ててきています。肉親も畑も家も土地もです。マリアにもイエス様の後に産んだ子供がいます。でも彼女は弟子たちと共に十字架の丘まで従ってきていました。そんな女性弟子の代表として語られたのは血によらずですね、肉によらず、ただキリストに従うことによる家族を示唆されるためでした。この世の人は最終的には家族しか面倒を見てくれないと昔の人はよくそのように言っていました。でもどうでしょうか。現代では一人暮らしが当たり前のように増えているんです。日本人の 30% が一人世帯です。最近訪問介護を始められたある執事様はその一人暮らしが高齢者や精神疾患者であることに驚かれて、訪問介護が本当に貴重な最後の砦だとおっしゃっていました。現場の声だと思います。私は30年前に伝道のために脳性麻痺の障害者のお宅にボランティアで通っていました。知ったばかりのキリストの愛が私を燃え上がらせて、障害者や高齢者、ホームレスに生涯を捧げる新学生へと献身させました。当時は無償で食事や下の世話をするのは本当にキリストにあってその方たちが家族だと思えたからです。日本のバブル時代に他人を欺きながら贅沢三昧していた自分がキリストにつながり新しく創造されたキリスト者になったからでした。聖書のパウロ先生も同じことを言っています。コリント人への第二の手紙、5章17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。누구든지그리스도안에있으면그는새로운피조물입니다이것은지나갔습니다보시죠새것이되었습니다아멘さらにイエス様もこうおっしゃいました。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。아멘누구든지하나님의뜻을행하는사람이곧내형제요자매요어머니다아멘마르코の福音書3章35節でした。献身のためにまたローマ書にあるように終わりの時代は私たちイエスの弟子と家族すら敵対します。でもキリストにあるならすべての人間関係もが肉によらず霊によって変わるんです。キリストの十字架はそれさえも教えてくださいます。人間の孤独という最後の苦しみさえ解決してくださるんです。昨年の11月には
ユーチェミン先生のお母様が、ね、天国に行かれましたけれども、今彼には日本の母である私がいます。アーメン、ありがとう、アーメンって言ってくれてこんな母ですが、はい、そしてもう一人パククソン宣教師には、ね、韓国に私と同じ年のお姉さんがいるそうなんですけれども、日本の姉は私です。アーメン。この説教をキリストのメッセージだと信じて聞いてくださっている今あなたは、すべてエデン福音教会の家族です。アーメン。イエス様との関係は、この十字架形を見上げることによって、神様が父であり友となってくださるんです。アーメン。嬉しいですね、涙出ます。あなたは、私もあなたも、罪と地獄と孤独、病とサタンから解放されるんです、ね、イエス様の十字架刑が行われたゴルゴダの丘は、12時から3時まで真っ暗な闇となったと書かれています。真っ昼間にそんな天気になったことがあったでしょうか。みんなが神の御怒りの前に怯えていました。その暗闇でイエス様はなお旧約聖書の予言に準じて、水ぶどう酒を求めてヒソプの枝から受けられ、完了したと言われました。創世の初めからの神様の緻密な計画と命と義の奥義のスイッチが、人間イエスの体を通して切り替えられました。アーメン。強盗ですね、一緒に死んだ強盗たちはまだこの時は死ななかったんです。それですねの骨を折られましたけれども、イエス様は霊が離れ確実に死んでおられたので骨を折られませんでした。これも実は聖書の言葉が成就されるためだと36節は言っています。イエス様が3日目によみがえることを信じさせない闇の勢力は、イエス様が気絶していただけとかいろいろ言いますけれども、ここに脇腹を死んだ後にも槍で突き刺された記述があります。そこには水と血が出てきたと書いてあります。イエス様の流された血と水は、私たちの体にも存在するものです。罪なき方が流されておったこの血と水は、どうしようもない罪人である人類をも清める力があります。隠れた弟子であった心の弱い議員の有馬屋のヨセフは、その人間的な地位と財力を持ってイエス様の墓を用意しました。ニコデモは財力を持って30キロもの持つ薬とアロエでこの世の埋葬の用意をしました。これらすべてが何の役にも立たず無駄なことであったことは、私たちイエス様の弟子にとっては希望であり恵みなことです。イエス様はすべての予言通り3日目に復活されたからです。まあ次回が復活のところです。今日は救いの原点、十字架形のところからお話をいたしましたけれども、すでにイエス様の弟子の皆さんにはイエス様からの約束の言葉がありますので、最後にその御言葉を読んで終わりにしたいと思います。喜んで受け取ってくださいますようにお願いします。
イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その百倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。アメン。イエス께서말씀하셨다。내가진정으로너에게말한다。나를위하여、또복음을위하여、집이나형제나자매나어머니나아버지나자녀나논밭을버린사람은지금이세상에는박해도받겠지만집과형제와자매와어머니와자녀와논밭을백배나받을것이고오는세상에서는영원한생명을받을것이다아멘아멘ありがとうございます仰ぎ願くば三位一体の神様の恵みと愛と栄光が見舞いに神戸を垂れている全世界の生徒の上に今も後もとこしえにありますように。アーメン。アーメン。アーメン。